ポケモンも予防接種とかするのかね。狂犬病について調べてたらふと頭によぎった。ポケモンと人間の関係性を構築するにあたって、疫病との戦いもあったのかなぁと。瀕死になってもすぐさま治る超生物だからな。別の作品では殺すことすら不可能で怪我や病気も適切な治療ですぐ治るとかしていた。でもペパーのマフテフとかはスパイス以外で治らなかったぞ。あれは原因不明の超特殊事例だから参考にしていいかよくわからないんだよね。ポケモンのゲーム内でウイルスや菌の話題は少なめかね。ポケルスとかツボツボの発光とかはあるんだけども。人間側がポケモン対策の予防接種することはありそう。このタイプがかかりやすい病気とかありそう。こういうのは水そう。鋼タイプとかポケルス並みに誰でもかかる予防接種必要な病気あるならどうするんだろうな。デカヌちゃんは張りさせそうだけどドータ君とか。経口接種のワクチンでもない限り対処困難だな。口は注射針通るよな。っていう下道な案思いついたけど。赤ちゃんの予防接種って大体時期が決まってて、ちょっと体調不良でうまく受けられなかったりするとスケジュールがカツカツになるって聞いたことがある。ポケモンにもそういうのあるとしたらスケジュール管理大変だろうな。複数匹いるだろうし。ヤドンとかかなりやりやすそう。ヤドンとヌオーはどれだけ針刺しても、で済ませそう。罪悪感が少なくて念のためでいろんな予防接種を受けさせるから病気になりにくそう。注射嫌いばっかりだとまとめて連れていかないと、次はお前ら注射されるぞ、逃げろ。ってなりそうだし全部一気にだとそれはそれでふさぐりそうだし、ジムリーダーとかたくさんポケモン持ってる人大変だな。むしろ集団予防接種とかジムでやってそうだよな。役場の駐車場みたいな感じで。すでに狂犬病駐車会場の動画あるけどあんな感じで公開されてそう。時々一般トレーナーよりジムリーダーの手持ちの方が暴れてて、リプレイ回数が最も多い部分になっていてほしい。ヤドキングとかミュウツーみたいなほぼ人間クラスかそれ以上の知性を持つポケモンの予防接種から逃げられたら手間取りそう。と思ったがむしろ知性が高いから、予防接種しないとより苦しむことを理解して自分から受けに行くか。ポケモンは芋虫でも人間の指示に従って戦えるくらい全般に知性的だし、同じく全般に好戦的な生き物らしいから痛みにも耐性がありそうだし、ジムリーダーくらいのプロフェッショナルともなれば上手に言い聞かせておとなしく注射を受けさせることも可能そう。予防接種があるとすればやっているのはポケモンリーグであろうからポケモンジムが引き受けているのかもしれない。順当にポケ戦だと思うけどな。どっちにせよマサラタウンとかは時はしてかニビまで頑張っていかないといけないのか。力の加減を知らない痛みに慣れてない赤ちゃんポケモンとか初めて味わう恐怖で暴れるかもな。トレーナーさんは不安にならないようにスキンシップなどで気にかけてあげてくださいとかいうやつ。鋼タイプ用の注射針ってどうなるんだろう。針が通らないような物理的に無理なポケモンは塗ったり飲んだり貼ったりで対応するのかな。そもそも鋼は毒無効みたいな感じでウイルス無効でいらない可能性もあるかも。注射じゃなくて、傷薬系統の塗布型予防薬とかは、あの世界の傷薬、独自の進化をしてそうだから全部あの形かもしれん。草タイプはどうするんだ、血管あるのかあいつら。んなこと言ったら鋼も怪しいぞ。まあ生物である以上何かしら体を巡ってるとは思うけど。ゴーストタイプは注射じゃなくて飲み薬で対応するのかな？そもそもゴーストタイプは病気にならなさそうだけど。